第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はエイジアンウィンズ、残り 200m、 先頭はエイジアンウィンズ先頭です。このまま押し切るか、レアヒーロー追いすがります。エイジアンウィンズ、もう一伸び、エイジアンウィンズ1着、2着にはどうやらレアヒーロー、1番人気に応えました。エイジアンウィンズ、見事です。これが G1 馬だ、カカノケープ。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはユートピア、アジディミツオ先頭、2番手はユートピア、追いすがります。やはりアジディミツオ先頭だ。残り 200m、 アジディミツオ先頭だ。残り 100m、 アジディミツオ、ここまでか。肩のつるはし、一気にラミリア、肩のつるはし、1着、2着にはどうやらラミリア、これが世界の実力だ。肩のつるはし、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったグレートジャーニー、グレートジャーニー先頭、残り 100m、 グレートジャーニー先頭、肩のフローリップ迫る、グレートジャーニー、グレートジャーニー1着、2着にはどうやら肩のフローリップ、見事に勝ちました。グレートジャーニー、肩のフローリップ、わずかの差で勝利を逃しました。
こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはセンタークス、ストレートヒッター。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してストレートヒッター花に立ちます。その後ろからはダンシングセレクション、この馬も上がっていく構えです。さらにはセンタークス13番カタノエンゼル、その後ろベンチュラ、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。先手を取ったのはセンタークス、並んで7番ダンシングセレクション、ギーンランドファルコン、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。先頭に戻りましょう。ダンシングセレクション先手を取りました。すぐ後ろにセンタークス好位置をキープしています。カタノエンゼル、内からはギーンランドファルコン、その外からゼニアッタ、内からはストレートヒッター、その隣にサンライトビグラス。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番ダンシングセレクション、2番手はセンタークスカタノエンゼル、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はダンシングセレクション、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はカタノエンゼル、カタノエンゼル先頭、カタノエンゼル先頭、レイヤペア追いすがります。カタノエンゼルもう一伸び、カタノエンゼルゴールイン、カタノエンゼル1着、2着にはどうやらレイヤペア、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノエンゼル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはネバーシューズ、ワーキングリバー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してネバーシューズ花に立ちます。その後ろからはグロリアエリート、この馬も上がっていく構えです。さらにはワーキングリバー13番マイルート、その後ろ先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。ワーキングリバー先手を取りました。8番片野志郎2番手を追走しています。すぐ後ろにグロリアエリート、少し離れてサークルロック続いています。その外にマイルート並んで6番サンライズルーデンス、ネバーシューズ、この馬もこのグループ、その外からチアゴ、その後ろにキングオブフェアリー緑の帽子カーリン、その後ろすぐ隣にリトルマンボ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。片野志郎早くも先頭、イングランドスイーツとほとんど差がありません。チアゴ3番手、片野志郎いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は片野志郎、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。片野志郎先頭、差はほとんどない。2番手はカーリン、先頭を捉えるか。残り 200m 一気に後続が抑えかかってきた。カーリン先頭、2番手はイングランドスイーツとカーリン1着、カーリン単勝、カーリン1着、2着は片野志郎、勝ったのはカーリン、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ダイワメジャー前に行きそうです。ジェイコブチャンネル、それに続いています。さらにはアンダーメドウ、6番片野京星、その後ろ、それでは先頭からボーンマシーン先手を取りました。その外からダイワメジャー、片野京星好位をキープ、その外からサファイアスクワート、内からはナックルバラッド、緑の帽子ダンシングヘブン、その後ろ、その外にロックエクセレント並んで12番ジェイコブチャンネル、エイティマリア、この馬もこのグループ、オールサプライズ、そのうちに続いています。すぐ後ろにアンダーメドウ、白の帽子スピードマシーン、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はサファイアスクワート、2番手は片野京星、これは絶好の手応え。ダンシングヘブン3番手、片野京星いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサファイアスクワート、片野京星2番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サファイアスクワート先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は片野京星、あと 200m、 サファイアスクワート先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダイワメジャー差し切った、2番手はサファイアスクワート、ダイワメジャーゴールイン、ダイワメジャー1着、2着にはどうやらサファイアスクワート、ダイワメジャー見事な走り、大舞台で日本馬の底力を見せてくれました。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コメンテーターちょっと出遅れ、どの馬が先頭に立つでしょうか。カタノツェルハシ前に行きそうです。イエーツそれに続いています。さらにはナショナルテイスト、1番ギャラントエッジその後ろ。コメンテーター後方からの競馬、もう一度先頭から。先頭はカタノツェルハシ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。では前の方から見てみましょう。イエーツ先手を取りました。その隣にラウンドポンド、好位置をキープしています。カタノツェルハシすぐ後ろにバーミリアン、その外からローヤーロン、内からはギャラントエッジ、その外からコメンテーター、その外にファニーサイド、並んで5番アイアンハイツ、ナショナルテイスト、この馬もこのグループ。すぐ隣にグランパズポケット、すぐ後ろにギャロップパーシブ、しんがりからシルキービーナス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、10番イエーツ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてイエーツ、ローヤーロン、ほとんど差がありません。3番手にカタノツェルハシ、絶好の手応え、大外から青の帽子、カタノツェルハシ伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはカタノツェルハシ、インバソール、先頭2番手はローヤーロン、あと 200m インバソール先頭だ。残り 100m インバソール先頭、ローヤーロン追いすがります。インバソール1着、2着にはどうやらローヤーロン、勝ったのはインバソール、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はカタノドライバー、あと 200m 先頭はカタノドライバー、残り 100m レバブション抜けた。カタノドライバー迫る、カタノドライバー1着、2着にはどうやらレバブション、これが G1 馬の実力だ。カタノドライバー
Thank you.